子育て上手はベタナリーインコを育てます。インコを伸ばす親、潰す親、あなたは子育て真っ最中ですか？それともすでに孫、いやひ孫がいる、あるいはまだ未婚だったり、夫婦だけで幸せですよなんていう、それぞれにご家庭のスタイルがあるかと思います。きなこのお父さんは1人2人34たくさんの子宝に恵まれてきました。そしてインコやオウムも5羽10羽15羽20羽とインコ生活を重ねてきました。今回の動画はインコを育てるのは難しいななんてね、悩んでる方に最後まで聞いていただきたい動画です。こんにちは、きなこのお父さんです。インコやオウムは永遠の2歳児、人間に例えるなら2歳児以上の知能を持っていると言われます。ヨウムなんかはね、5歳あるいは6歳なんていうね、知能を持ってるなんて有名ですけども、とにかく鳥類っていうのは賢いですね。子供騙しではありませんが、子供がねまだ小学校低学年ぐらいまでかな、まだまだ小さいうちは餌で釣るなんてこともね有効だったりしました。幼い頃は何か買ってあげるから一緒に出かけようかなんつってね言えば喜んでねついてきてくれた時期もありましたよね。しかし思春期を迎えてくると少しずつ親元を離れていく、親離れそして子離れ始まりですよね。寂しいですね。それをね鳥類に置き換えて考えてみると、インコやオウムをベタ慣れさんにするには難しいようで実にシンプル簡単だと言えるのです。それはインコやオウムを育てるのは子育てと全く同じ論理だからなんです。だってインコやオウムはいつまでも永遠の2歳児なんです。つまり多少のことならばいつまでも子供騙しが効く年齢なのです。きなこおやつ食べよっかなんてね、ピーなんつって、しかし時にはおやつ食べよっかっつってもねプイってしちゃってね、子供騙しが効かない時もある。これがねインコやオウムが賢いなーってね感じる瞬間だったりします。幼い子がおもちゃ屋さんでおもちゃ買ってとかね、公園のね砂場からずっと帰りたくないってねだだこねられちゃったりしてね、でも子育てを一生懸命してきた人であればその子のね個性に合った切り返しっていうことをね必ずして乗り越えてきたはずなんです。子育て上手はベタ慣れインコを育てる。子育てはね人間的成長に自身がねつながるとも言われますよね。親というのは子供を育てる、共に成長そして日々進化していくものなんです。そんなね子育て上手な飼い主さんであればこんな場面ではこう切り返すと自然に身についているはずなんです。しかし子育てをしたことがないよっていう方でもインコを育てるのが上手な飼い主さんもたくさんいます。そんな方は子育てをされてもきっとその子供はすくすくと成長すると思います。
愛鳥を思い親身になってインコを育てることができれば自然と子育ては身についているものなんです。インコをベタなりにする難しいようで実にシンプルなんです。それには褒める、たくさん愛鳥を褒めてあげてください。どんなに小さなことでも褒められれば嬉しいんです。そして短所を責めないでください。インコは褒めて伸びる動物です。子育てをしているとどうしても子供のね短所を強制したくなるんですよ。しかし私は短所は長所の裏返しだと思っています。だからインコの長所、得意なことができたらその瞬間今褒めるんです。褒めるはこの自信へとつながります。それは親の務めです。否定されて育ったインコは決して幸せにはなれません、ね、だからインコやオウムはどうやって育てたらいいのなんてね難しく考えずに愛鳥の幸せを考えて一生懸命に育てているだけでインコはすくすくと成長します。そしてあなたはいつの日か立派な親、いや立派な親鳥になっているはずなんです。たかがね動物などと考えずにどうかインコやオウムを子育てするんだと思ってね愛鳥に真剣に向き合ってみてください。必ずそこに活路が見出せると思います。以上、子育て上手はベタなれインコを育てます。インコを伸ばす親、潰す親をお送りしました。あなたの愛鳥は素直に育っていますか？